はい、ということで皆さんこんばんは、クルでございます。今日もクルです。今私はね、千葉県館山市の方に来ております。今から心霊スポットと噂をされている場所ね、行ってみようと思います。しゃい。ここは沖ノ島公園というところですね。これ島ですね。ここが目の前に今これ島があって、ここに来るまでのこの砂浜みたいなところの先が陸地です。ちょっと風がめっちゃ強いんです、すいません、うるさくて。この砂浜でつながってる、島と陸がつながってるみたいな感じです。ここから先が一応島かな。これ中に入ると風収まるかもね、海風が。生放送の映像を使っておりますが、電波大丈夫でしょうか。こちらですね、沖ノ島公園。ちょうどここの今右下のところから陸地がつながって歩いてって、結構なんか歩くルートがあるみたいです。何これ、井戸飲めない。井戸飲めない。飲んじゃダメだそうです。とりあえずこれまっすぐ先に飲めない井戸行く飲めない井戸ってなんだ。最後に行くか、先まっすぐ行ってみるか。なんか倒木いっぱいあるな。倒木。なんか神社もあるね、休憩所もある。でもとりあえずまっすぐ行ってみ、トイレの方まで行ってみましょうか。で一応曰くを先に皆さんにご覧いただきます。こちらですね、一応水死体がよく流れ着く場所、遊泳中に足を引っ張られた、夜中に海を見ると手が何本も出てる、一人で夜釣りをしていると子供の話し声が聞こえてくる、旧日本軍が建設した防空壕と思われる、ほら洞窟もある。ここ穴は地図に載ってないね。その穴があるんだね。千葉台風よっくり。だそうです。まあとりあえずまあこの島全体が心霊スポットと言われてる曰くもあるみたいなんで行ってみましょう。ちょっとね、電波海にこれ入っていく感じだから、エリア的に。電波がなくなったらすいません。帰ってきます。森の再生、こっち行くとあれかな、さっきの飲めない色うわ、これ結構登るんだ。また登る、登山。あ、ちょっと電波が薄くなってきた。大丈夫、まだ。カート速い。何これ、ソーラーパネルみたいのある。ソーラーパネルみたいな、
なんだこれ。あ、トイレかな。ソーラーパネルでトイレなのこれ。見られ始めた？あ、電波微妙になってきた？どこも見てみるね。少々お待ちください。ドコモに変えました。ちょっとまた電波あるかなと教えてください。出会えるかな、誰かに。幽霊と出会えるかもしれない。なんでひらがな。確かに雰囲気あるな、ここ。あ、神社あるわ。もうだいたい広くないね、これ。あ、リア凸注意してねって書いてあります。リア凸注意。すごい雰囲気ある。これちょっと写真撮っとこう。何この赤いの。赤いの何？よいしょ。でこぼこじゃね？ツッコミありがとうございます。何これ？出会い伝説。沖ノ島は関東大震災により隆起したことで東入口側が浅瀬になった。昔から春になるとイワシの群れが島を囲み深紅に海を染めたという。伝説によれば宇賀明神の白蛇と深紅のな、何これ、イワシの出会いが幸せを呼ぶスポットとして今も語り継がれている。蛇とイワシが出会ったんだ。これな、怖い。これ怖いんだけど。この、なんか、あちこちにさ、これ、しかもさ、これ、ハート？なんか、ハートっぽくない？怖い、これ。ハート型になってる、これ。わざとハートにしてんのかな、これ。願掛け。ハートにしてんだね。一応、賽銭入れるとこあんのかな、これ。なんか石が、石じゃねえ、これ貝？貝殻のところをなんかムカデが歩いてる。ムカデ？これ。あ、お賽銭、お賽銭投入口って書いてる。お賽銭あるかも。10円ある。床で入っちゃいそう。
どこに、ここに、あ、ご参拝ありがとうございます。赤い糸は後ろの岩し網にお結びくださいだって、お一人様一本だからだ、これもらえるんだ。ここでちょっとお賽銭をね入れます。いい出会いがありますように。こんな夜中に撮る人は多分いないと思うけど、いただきます。じゃあ一本、これを、そっか、みんながハートを作ったんだ、これわざと。なるほど、これなんかキツネあるね。あ、これじゃあ一般の人がここにやったんじゃない、ハートを。これはここにやっていいの、ここでって、ここにってことでしょ、これ本当は。ほらハートにしてるもん、みんな。これこれみんなハート、ちょっと待って、これでも両手塞がってるから俺どっかに置かないと無理だな。置くとこないかな、スマホ置かないと無理。これちょっと石の上でいい、ちょっとハートを作成しなきゃいけないから。難しくない、でもこれハートを作成して結ぶの。これ縛ればいいのか。いびつになっちゃったよ、こういう感じ。作った。これいい。意外と有名、わかんない。秘密になっちゃった。ちょっと右と左がこれが限界だわ。これをどっかにやればいいの。いい感じ。ここにハートにつなげる。これでも待って、どこにつなげるって書いてあった。後方のイワシ網だからここにやっちゃダメなんでしょ本当は。イワシ網ってどこ？これ？これイワシ網ってどれ？これ？これなんかもう赤いから網だったのかどうかもわかんない、元が。あ、元は網だ。これだ。じゃあこれにつければいいんだね。そうだね、これこっちにつけるのはアウトだよね本当は。多分こっちにつけとく。じゃあちょっと待って、つけるからまたカメラ置いといて、さっきのとこ。よいしょ、ちょっとつけてく。難しいな。できた。網の面影ない。ここにつけた。これ。わかる？ここにつけました。これ写真撮っとこう。なんか、綺麗にハートに見える。
こういうのは書かれてることを守らないと迷惑になっちゃうね。これね、これ本当はここにやっちゃダメだよね、多分ね。まあなんかちょっと目立っていいかもしれないけど。何これ怖いな。なんだこれ、下に行ける。え、めっちゃ足場怖いんだけど、これ。まあ確かにね、わからなかったもあるよね。怖い、これ。これ海に向かってってるんだよ、多分ね。なんか、行かなきゃいけない、行かなきゃいけない感がある。どうなってんのかを知りたい。狭いからゆっくり行かないと。抜けた。釣りする場所かな。なんか釣りができそうな。あ、もうほんと海だね、これ。元は島ってだけあって、なんか段々になってる。隆起してったんだね、時代とともに。なんか洗濯岩みたいになってるもん、こう。すごいね、これ。ちょっと写真撮ったか、こっち側。なんか泣いた？泣いてないと思う。わかんない。潮の満ち引きとかないのかね。潮の満ち引き、よいしょ。なんか釣りできそうだけどね、こっち。今は多分人はいないと思うけど、さっきあのキャンピングカーしか止まってないから。あ、一応そうだ、海岸から手が見えるって言ってたよね。そういえば手が見える、みんな。海、手が見える。これバケタやっとこう。行きますよ皆さん、沖ノ島公園。死体が流れ着く海から手が見える子供の声が聞こえる場所で、1回目バケラッタと皆さん打ってください。バケラッタ。手打たない。今日グリーン祭りやな。他の色すらも出ねえ。他の色すらも出ない今日。そう考えるとやっぱ黄色とかって出ると結構レアだね。よいしょ。あ、無理やり階段にしたって感じだね、これ。言わんところによくこれ強度あるな。よいしょ、じゃあ戻ろう。足場が不安定だ。こっちは何なんだろう。
これ電波やばそうだね。あ、でもやっぱ満潮あるんだ。ここら辺もそんなに変わるのかな。9時36分。大きい。あれちょっと適当に来たけど、こっちも奥行きある？電波大丈夫今。森の中に入ってきちゃった。なんか足場がちゃんとなんか敷き詰められてるんだけどさ、石が。これでもさ、見た目綺麗だけど、意外と足場悪いよ、これ。あ、今増えてる途中？今行けてる？あれ？これ行き止まり？行き止まりか。わあ、ちょっとこれ足場悪いな。あ、これさっきの道に出るかもしれない。それつまずきそうになる。敷き詰めて平らになってるわけじゃないから。本当ね、足場ちょっとでも悪いと怖いんですよね。骨折ってから。手すり欲しい。でもね、一つ手すりがもしあっても俺今持てないんだよね。残念なことに。手すりを持つ手がない。やばい、こっち風が強い。風向き？あー、もうこれ海だわ。あ、洞窟あったよ、洞窟。これ海だ、こっちも。あ、こっちも洗濯岩みたいになってる、やっぱ。わかるかな？この、隆起したんだよ、土地が。すぐここに水が来てない、なんか隆起してる。これ何？でも洞窟はさすがに電波ないよね。え？どれ？こっち？いや、違うな。え、どこにあるの洞窟？これ海の方行っちゃうよ、また。これ海の方行っちゃうんだけど。あ、これ？あ、これだ。写真撮っとくわ。フナムシいないな、そういえば。フナムシ。そういえばフナムシがいない。いや、これ多分通って向こうには行けないんだと思う。入ることはできるけど、ちょっと入ってみるわ。電波なくなっちゃう、でも多分これ。なんか奥行きある。今電波ある。
抜ける？これ地層だもんね、これこの波も、波打ってるやつ。通り抜けるって意味じゃないの？抜けるって。この先に。電波ないか。そうだよね、洞窟の向こうに抜ける。うわ、これなんかもう抜かるんでやばいな、こっち通り抜けられるけど崖だね、こっち。うわ、え、水きれい。水きれいだけど音が怖い。あー、エロいコメントしてるの一人だけだよ、一人だけ。あのスルーしてあげて、そういうの。かまっちゃうとね、余計に「うかまってくれたぜ」っつって調子に乗るから。分かってもスルーで。NG には入れたくないから。透き通ってるけど音が怖い。この洞窟でじゃあ行きますか、もう一回。これ今電波あります？じゃあ2回目行っちゃいますね。行きますね、パケタン。行きます、洞窟の出口で。パケラット。緑しかね今回緑しかね。これほんとね、ちょっと一歩足踏み外したら落ちる、ここ怖い。手はないけど。赤ね、また電波悪くなっちゃうから戻るね。心霊出てこいやって言ったことあるな俺も俺もあるんだがそれ実は。怖い怖い、足がプルプルしてくるね。あれどっちだっけこれ。試しに NG に。今 NG 誰も入れてない。あと NG ワードもない。今あの NG の企画をやってから全部一回消してそのまんまだから。誰も入れてないし、誰もあの何のワードも今 NG じゃない。あー、やっぱ洗濯岩みたいになってる。俺わかる、これ地層がさ隆起してこういう感じで。NG 当て企画ね。うわ、風が強い。洗濯屋みたいになってる、こっちも全部。
戻ろう。寒い。自然が作り出したね。この島自体も多分隆起でどんどんでかくなってんだろうね。陸とつながったってことは、もともとの島の面積も隆起してそう。この房総半島っていうのがね、歴史上どん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 海岸が隆起して面積が広くなっている土地なんですよ。まあ、特に外房、内房もそうなんだけど、外房が一番ね、時代の流れが分かるんだよね。津波の堆積物とか、太平洋側ね。100年に1回ぐらいずつどん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 、あの鴨川シーワールドの方とか面積が広くなってるんですよ、海岸が。それ全部自然の影響ですからね。まあそれだけ地震が起きてるってことだよね。逆に言えば地震大国。まあその東方沖地震は最近ね、ここら辺千葉話題になってるけど、前も言ったけどね、6、7年かなんかに1回ぐらいずつスロースリップっていうのが起きてて、通常の範囲の地震活動なんだけど、まあそれの通常のうちの5、6回に1回でかい地震が起きてるんですよ。多分そういう時に多分隆起してるんだろうね。日本も広がってきてるか。今日地震あったか。まあね、地震は日本全国どこでも起きるよね。規模の問題かな。あとはなんかこれこっちやばいかな。あ、これ海の方に行くだけだね。こうなんか特殊な動物とか植物いたんじゃないのかね。元は島だから、今陸になってるけど、さすがにここにキョンは住んでないよね。ここまで侵略してきてないよね、海沿いまで。能登のやばいっすよね、あの隆起。4メートルだっけ、3メートルだっけ。港が干上がってたもんね。3、4メートルってどれぐらい、ビルの2、3階。あの一瞬の地震でそれだけ盛り上がるっていう、すごいパワーだよね。正直せっかくさ、こんなに配信のタイトルにキョンの国って今日ずっと配信で書いてるのにさ、一匹も出会えないってちょっと逆になんかちょっと悲しいんだけど、ここにはいないかもしれないけどさ、さっきのあの山の方のトンネルのところの新スポとかいてもおかしくないんだ。どっちかっていうと、だってね、滑川アイランドって太平洋沿いから逃げ出したわけだから、あそこら辺のエリアにいっぱいいるんですよ。あれ、井戸のとこどこだっけ。キョン出てこい。キョンシーが出てきたりして、やだ。あれどこだっけ、地図もう一回見ないと分かんないな。あの飲めない井戸行きたいね、最後に。飲めない井戸、もう一回地図見ていい。現在地、あ、ほんとだ、洞窟書いてないんだね。ここに洞窟あったんだよね。この宇賀明神からこっち行って、この辺に洞窟があったんだ。全然書いてないんだね。
井戸可否ってどこにあるの。あ、こっち、こっちから行くの。あ、ここか、こっちか。あ、可否ってこれちっちゃ。沖の島に続く海さえ地となりて、なんちゃら乱る低き小松が。何これ、これさっきのあの要塞の跡みたいだね。やばいやばい、こっち風やばい。 TM レボリューションになる。やばい、これ TM レボリューションだ。え、もう海なんだけど。え、ちょっと待って、井戸どこにあんの。え、井戸なくない？海出ちゃった。え？あ、これ倒木ってやつかな。ということはここら辺？え？明るいライトにしてんのに分かんないんだけど。飲めないというか見当たらないんだが、まず。え、ここら辺だよな多分、絵に書いてあったのは。何そのレンガみたいの。あそこレンガで積まれてる。何あれ、これなんかあるね、レンガが。これは井戸じゃないよな。え、これ多分さっきのとこ戻っちゃうよね。戻った。え、ないんだ。絶対落ちるなよ。戻ってきちゃった。え？これ海出る手前だよね。あ、いや、これあれか、海。海出たもうちょい歩くのかな。もうちょい先かも。海出てあの TM レボリューションになったからもうちょっと進むのかも。ってことはうるさくなっちゃう、風で。すいません、ちょっと井戸写真撮りたいね、最後に。多分 TM レボリューションになってすぐに左に入っちゃったけど、あれもうちょっと海沿いを進むのかも。あ、寒い。ここら辺になんか入ってく道があるんか。これか、これじゃないな、もうちょい。寒い。これもう海なんだけど。どこだ、もっと進めってこと。
わからない。え、ないよ。なんかここに出ちゃったな。え、もうこれ海の端の方まで来ちゃったけど。え、もうこれ洗濯岩来ちゃった。洗濯岩のとこまで。え、こっちまで来ないよね、さすがに。あの絵的には。これ洗濯岩、うわ、めっちゃ隆起してるね、これ本当に。自然って怖いわ、これ超隆起してる。ほら。よいしょ。すごいよな、隆起が。マジで。ちょっと声でかくなっちゃった。すげえ隆起してる、これ。俺の腰ぐらいあるよ、これ。ここ。なぜかあそこにベンチと椅子があるんだけど。あそこに。誰が座るんだ、あそこで。ベンチと椅子がある。あそこ。めっちゃ寒そう。井戸ないじゃん。取り壊されたわ。もしかしてあのコンクリートみたいなやつが。そう、あのさっき俺が言ったとこ。わ、怖いな、これ足場。階段かと思ったらあれじゃん。隆起してるとこじゃん。階段じゃなかった、これ。ただ隆起してるとこだったよ。よいしょ。危ね危ね。階段、階段じゃねえ、これ。階段だと思ったら、ただ時代ごとに隆起してるところだった。なんで、井戸ないじゃん。もうこれ森で覆われちゃったとかかな。階段風でした。洗濯岩の隆起が階段に見えたら階段じゃなかったです。こういう中になんか入ってく絵だったよね。もうなんか木で覆われちゃったのかな。あんな飲めないまで書いてあるんだからさ、もっと分かりやすいのかと思ったら全然分かんないじゃん。はっ！嘘だろ？嘘？ここにある。倒木してる。倒木してて。倒木してて分かんなかった。行く場所なくない、あれ。絶対分かんないよ、これ。こっちか。めっちゃ倒木してるもん、ほら。すげえ、木がバッサリ折れてる。怖っ。あったぞー。あったー。もう飲めませんの看板すらも。
か。写真、写真撮ってくる。何の配信してんの俺これ。本当ね、誰も飲まないっていうか、だってまずあのないじゃんこれ、あのこういうやつあれさっきの絵こういうやつなかった、なんか井戸のこういうやつどこにもないじゃんそんなの。なんかギコギコして水が出そうな絵だったけど、誰も飲まないというか水が見えねえし、まず。ああ満足しました、ありがとうございました。ちょっとお付き合いいただいて、どうしてもこの井戸だけは見つけないといけなかった。わかりづらーこれ。あ、こっから入ってくよってことだったんだ多分。わかりづらー、これは一回じゃ絶対見つからないよ。あ、満足した。なんかでもさっきの絵はもっとなんかちゃんとした井戸の絵だったから、あんなんわかんないね。普通にあそこが曰くになっててもいいぐらいのレベルだわあれ。井戸探しだわあれ、貞子の井戸を探せ的な。普通に井戸に幽霊が出ますって言われててもおかしくないぐらい寂れた井戸じゃんあれ。もう一回絵見てみよう、絶対違うなあれね、絵が。ほらもう全然違うよこれ。こんなギコギコするやつないし、しかもこんなあっさり行ける道じゃねえし、全然ギコギコしないじゃん。よっしゃ、じゃあ戻りますか。白い花も咲いてます。水仙かな、ニラみたいだからニラみたいだからこれ水仙イメージと違いすぎましたね。じゃあちょっと風が強くなるからここでエンディングを。ありがとうございました。千葉県館山市にある、ね、地震の影響でつながったと言われる沖縄島公園というところでございました。何か感じたことがありましたらコメント欄の方によろしくお願いします。そしてね、心霊の動画を見てくださってる方にも、あの自販機のね動画チャンネル独立しておりますので、もしよかったらね、あの概要欄から自販機の方の動画も見ていただけるとありがたいです。じゃあ